さあ、じゃあやっていきたいと思います。ラージムーン、大きい月、わかんない、俺英語無理。かわいい。マキーの、ま、あ、なんて読むんだ、いいのかな。鉄子、まさこ、かつこ、しょうこ、どれだ。ちょっと待って、右があんちゃんな。うん、やっぱあれか、あの軍にいた時の話やるんだな。うん、そうなんだ。婚姻賞でも勝てなかったんだ。あ、そうなんだ。伏線回収か。敵変態。うん、うわ、よう無事だったな。全滅だったんだ。ああ、全滅ではないのか。脱出もできなかったのか。空襲か。そっか、その時代なんだな、やっぱ。そんなの嘘だ。兄ちゃんは飛行機に乗るのがうまいんだ。いつも隊長さんに褒められたんだって手紙に書いてあったもの。そんな兄ちゃんが落とされて、なんであんただけ生き残ったんだ。本当は言いたくねえんだろうな、そんなこと。
うして兄ちゃんが。他にも兵隊はいっぱいいるのに、どうして兄ちゃんが。何言ってもな。十二。そんなことあったんだ。集団心理、まあもう怒ってることはことだからな。最後の晩餐。辛いなぁ。泣いたんだ。
ゼロ戦。子供の時の。もう分かってたんだな、いろいろ。死なないで、もう誰にも死んでほしくない。
そんでここにつながるんだ。それあんな反応にもなるよな。強いな。うわー、そうだったんだ。だからあんな強えんだな、この人は。ブリザイアの果実のスタッフがお送りする壮大なるファンタジーロマン。Windows 用ゲームソフト「はつることなき未来」より予約受付中。初ミラー。ああ、そうなん、ちょっと鳥肌立ったわ。カツコちゃんんでいいのかな、が泣いてた時もちょっと僕もちょっと来ましたね。ちょっとなるほどなー。こうというわけで、はつることなき未来よりでいいんだっけ、いいんだよな、よし、間違ってないな。実況これにて終わろうと思います。非常に面白かったです。続きが気になります。この世界に来る前にあんなことがあったんだ。あれどうなるんだろうな、ちゃんと戻れるのかな、気になるところですね。というわけで、だいぶおすすめでございますので、よろしければプレイなさっていただきたく存じます。なんだこれ、うん。というわけでお疲れ様でした。また次の作品でお会いできることを願っております。